ちゃんです。今日3月24日、あっちゃんちのお昼ご飯、うどんにします。ネギ切っていきます。うどんするのにね、ネギ切っていきますね。うちの子はね、ちょっと白いところに青いところが好きっていうか、まあ、白い、まあ両方切ろうかな。平貝自由卵を卵をね、3玉ぐらい割っておきます。まあ、ちょっと置いておきましょう。で、うどんやね。早くから準備してよかった。よいしょ、よいしょ。でもこれね、5玉あるんだけど、5玉で 450g、さぬきうどんってやつね。7分ぐらい入れます。では、よいしょ。すぐね、まあ、入れていくんだけどね。さっきね、缶に竹山が、あれで取ったよ。バイキング。で、なんか韓国のね、なんとか問題って、なんか芸能人の過去のいじめを告発するとかいうやってて、なんかそんなんやってて、ね、韓国では芸能人の YouTuber の方がなんかこう、ね、有名になってきて、で、YouTuber が、こうよく出てる CM なんかの起用も YouTuber が多い。で、韓国では子供がなりたい職業ナンバーワンが YouTuber らしいんでね。で、それに関して竹山がいろいろ言うとったけど、 YouTuber って芸能人よりも安くって、で、まあ、ちょっとぐらい CM 売れたらドラマには出されへん、そんなレベルじゃないけども、CM ぐらいやったら使えてすぐに捨てられる、その程度のレベルやから、すごいバカにしてんだけど、カンニング竹山で何も思んないやん。
はっきり言ってね、芸人としての力も全然ないのに何を生きてんねんとか思ってめっちゃバカにしとったからさ、ちょっとムカついてさ、まあ、テレビって必死でテレビを守る、まあ、言うてみたら YouTube 今芸人なんかでも結局芸人で食えへんから YouTuber 流れてきて、でテレビに出とったっていう名前でそこそこ再生取れるやつがまあ何人かいてる、ね、簡単に言うたら芸人なんかやったら簡単に10万20万登録、最初も100万ぐらい簡単に登録できる、で増やせる、でメディア使って広告してやってるやつらがおって、ねね、結局さあ今テレビ見る人とネット見る人でどっちが多いねんって、テレビ見る人が少ないはずだよね、結構もうテレビ離れが多い、あっちゃんの周りなんかでもうテレビ見てない、ほとんどもう YouTube しか見てないよっていう人が出てきて、で韓国は YouTube でもメディアがほとんどメディアがもう YouTube 化してる、でニュースなんかでも YouTube ニュースやったり、で芸能人なんかでも YouTube に参入してる、まだ日本は少ない方やと思うんだけど、結局芸能人ってYouTuber と芸能人と比べてさあ何がおもろいねん、確かに YouTuber の方が素人臭いところはあるとは思うけどさ、でもカンニング竹山って何も思わないよ、あれ何言っとんの、ちょっとねもう、今ここで喋ってる聞こえるかな、ムカつきを超えてねアホちゃうかとしか思うじゃないね、あんなこと言ってるからさ芸能界は思わないんだよ、ほんまにねテレビっておもろなくなったでしょう、で結局テレビがおもろなくなった今も YouTuber も一緒やねんけど、結局アホが通報したりして要はね、視聴者の質が下がって何でもかんでも文句言う、だからテレビはできへんので、昔のたけしなんかやったらもうひどかったでしょ、たけしのあのお笑いウルトラクイズとか、あんな今やったらもうね、ほとんどがあれやん、もう規約っていうかね、クレームめんどくさいから最初からこんなことできへんとか、なんかスタッフが責任持って食べてます、昔だけど食べ物平気で粗末にしてたし、トイレットペーパーなんかくるくる使ってたし、もうほんまにひどい番組ばっかりやって、でその中で結局 PTA とかがアホみたいにシャシャリ出してもろなくなしてしもたんよね、外役番組とかね、外役番組なんも外役なんは PTA のババレンチやん、モラリストのババレンチやねん結局で、まあ、昔ねそうやってモラリストのババアがおってもそんなに育てられたやつらが結局今もっとひどくなってるんだよね、それを何に求めとんねえだ、今までそんな何ちゅうのそこまでひどくなかったのに、テレビはそうやったけど、だから YouTube がおもろかったのに、 YouTube にテレビと同じことも何でもかんでも通報するし食ったらねんね、それがやるのが素人は素人に毛生えたレベルの YouTuber だからできんのよ、で、あとで見てんねんけどね、頭1半ぐらいでしょ、よし、もう、天然だしと塩、そこに醤油、これだけです、ちょっとこれね、温めていきましょう、もうね、だからね、それがまあテレビがおもろなくなった原因やとあちゃん思ってるしね、ね、それにね、一緒に乗っかってる、テレビも乗っかっていて、テレビがだから、できへんでしょ。だから YouTuber が結構自由にやってるから、テレビも乗っかって、テレビから坂上忍が YouTuber といえば問題発言したり、問題行動する奴らとしか思えへんとか言ったら、ふざけんなよみたいな。そんなんごく一部や。メディアが作り上げたみたいな。結局、こうやって、メディアは YouTuber を潰したい。でないと、メディアの広告増えへんからね、要は広告の取り合いしてるからってあっちゃんは思ってんねんけど、なんかほんまに芸能界って憧れたけども、もう今は芸能界じゃなくやっぱり YouTuber なんやろなって、あっちゃんは YouTuber でよかったなと思って、6分茹でてね、そこそこ茹だってるかも、いい感じ、腰があってね、よかったよ、うん、いいわ。
流していきます。ここにね、こっちで作ったスープを入れます。ね、これちょっとね、一回ね、水で締めたから、温度が下がってるから、ちょっと、ここにね、もう一回うどんを入れます。沸騰したら、再沸騰待ちましょう。ここにあちゃんのチーズを入れます。マフグロにチーズって何？感じ。これがね、いい出汁出すはずです。そんなこんなでね、結局ね、あっちゃんは別に芸能界をバカにしたりそんなことをする気はないけども、芸能界がそうやってくるんやったらね、YouTuber も、芸能界をバカにしてしまうよね。逆にそこまで YouTuber に必死にならんとやれていけへんのかって住み分けしたらええわけやん。結局 YouTuber になりたい芸能人が増えてくるイコール、もうね、その時点でわかるよね。で、だいたい YouTube でやってきて、YouTube で騒いでるやつ、宮迫もそうやし、手越とかもそうやけどもね、芸能界干されてさ、行き場がないから YouTube に逃げてきたわけや。で、結局 YouTube って YouTuber がやってるようなコンテンツの真似事してるだけのことで、さあ自分の力で何伸ばしてんのかって、結局テレビの力使って、売名して、名前を売って。で、それで、
登録人数増やしてるだけのことやしかわっちゃ思わへん。コンテンツ見ても思わないからね、動画見てもはっきり言って。それやったらまだほんまにあの YouTuber さん、あんま見えへんけどあっちゃんも YouTuber で最初からやってるやつらの方が面白いって思ってるからね。あっちゃんは面白いコンテンツやってないけどさ、偉そうなこと言うけど、偉そうなこと言うほど面白いことやってない。ただ単に日常の垂れ流し、まあそれが YouTube やとあっちゃんは思ってるからね。別にね、頑張ってなんかネタをするのが YouTuber、 まあそれもそうやし、だから結局好きなことして生きていく、自分がやりたいことやって生きていくのが YouTuber やと思うからね。そろそろいいかな、卵ね。卵ができるから、よし、卵うどん完成です。食べましょう。